こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は商品の目利き力をつけるのは、急がば回れということでね。どういう商品が儲かるか。儲かる商品を見つける目利き力をつけるには、儲かる商品をたくさん見るのがいいと。この商品が儲かる。この商品が儲かるんだな。この商品売れてるんだな。そういうのをたくさん見ると、まあ、商品が変わっても、 その儲かかかる商品かどうところが、まあ、商品探しでね効率化を図ろうとすると、まあ、儲かる商品をたくさん見るチャンスが減るので目利力がなかなかつかないということになります。まあ、例えば実店舗に行くのが面倒でネットでばかり商品探しをしていると。 ネットの場合、ね、一度に1商品しか見れませんで商品見つかったって言って大、大抵ね、そこでやめちゃいますんで、まあ、儲かる商品が1つ見つかりゃ終わり、あるいはね、まあ、10個見つけようとしてたら10個見つかったら終わりってことです。まあ、ところが実店舗に行けばね、その儲かる商品が見つかったら、その周りには、まあ、儲かる商品がまだたくさんあるわけですよねえ。大抵儲かる商品の周りには儲かる商品が並んでますんでね。まあ、だから、えー、意識する。 にせよ、しないにせよ、まあ、普通に、えー、実店舗に行って商品探しをしていれば、儲かる商品が、例えば10個見つかれば、儲かりそうな商品が、まあ、例えば30個、えー、あるいはね、100個目に入ってるという形になります。まあ、それを繰り返してるとね、えー、まあ、行っていちいち検索しなくても、あれ、これいいんじゃないかなということでね、儲かる商品だけは検索できるというようなことになりますんでね、やっぱ実店舗に行くっていうのは結構、 商品探しののの初めめ頃にはおすすす方法ですまた実店舗で商品を見ないとね、まあ、高く売れる商品に必要な質感とか雰囲気がなかなかつかめないというのもあります、まあ、重さ大きさももちろんですけどね、まあ、それから例えばアマゾンでもうかる商品が見つかったとランキングがあって差額はあるといった時でも、まあ、ebay の価格もチェックしてください あの、これはね、eBay と同じじゃなきゃ売れないとか売れるとかそういう問題だけじゃなくて、まあ、例えばね、例えばというか今、Amazon 始まってまだ1年経ってないわけです。で、eBay はもう10年以上の歴史あると。まあ、当然 eBay の方がたくさん商品出てるんでね、eBay で価格をチェックしたときに、えー、同じように儲かる、売れてる商品が当然見、見つかります。ね、目に入ります。だからね、 あ正解分かった、これだけって言ってね、他のを見ないとなると、まあ、なかなかこの目記録というのはつかないです。ま,あ、また、ね、eBay、これ、念のため eBay チェックすると、価格間違いに気がつくチャンスが増えると。まあ、どういうことかっていうとね、アマゾンの場合は、その制約価格っていうのが分かりません。販売価格しか分からないんで、果たして本当に今出てる金額で売れたのかどうかっていうのは、やっぱり、えー、分からない。 でただ、e b a の場合は制約価格がある程度で、ねえー、正確性のあるものが分かるんで、まあ、あまりにもこれ違うから大丈夫なのかなと、ねまあ。安いもんだから気にしないんだろうって言って出すのも一つの手ですけど、高いもんだとね、えーまあ、高いの商品によりますけど、おおむね100ドルを超えるもんだと間違った価格で売ると、後から間違いに気づいた時きに、ねえー、返品されたりとか、あるいはそもそも、ね、売れないということになりますので、まあ、高い商品の場合は、 価格間違いをチェックするために eBay を見る。安い商品の場合でも、えー、儲かる商品をたくさん見るために eBay を見るということでね、えー、これはあの Amazon、オーストラリア特に、えー、Amazon だけじゃなく eBay も並行してチェックした方がいいです。まあ、それからね、まあ商品検索したときに、まあ、なんか、ね、法則を見つけてできるだけ商品ページを見ずに済ましちゃいたいというね、えー、欲望が結構、えー いろんな人が持ってるようです、まあ、ただこれ逆にね商品検索した時に出てくる商品のチェックはもう一個一個してねでしかもレビューいいレビューがついたらいいレビュー悪いレビューがついたら悪いレビューも読んでけば、まあ、クレームが起こりそうな箇所が予測できると、まあ、逆に良いレビューをもらってるのがあればねあこういう商品だったら高く売れるのかなあるいは売ってもクレームないんだなっていうのが分かりますで結局ね この商品探しのところでできるだけ楽しようと、ね、実店舗行くのめんどくさいから店舗行くのやだ、ねえー、いちいち費品ページ見るのがツールでドバって出てこないかなとかって、ここで楽すれば楽するほど、いつまでたってもね、えー、儲かる商品が見つかんないってことになりますので、まあ、商品探しに関してはね、あの労力省かず、えー、どんどん商品を見ていったほうがいいですで。それから、まあ、えー 商品ページを見たときにね、一応他の類似商品とかも見てみるというのもおすすめで、これね、まあ、すごく優秀な方だったのに、この質問された、ああ、意外な盲点というか、これ気づかない人結構いるのかなということで、注意事項ですけど、まあね、ライバルいないのに売れ行きがすごく悪くなったと相談されたんですね。いや、まあなんでかなと思ってね、ライバルがいないんだったら、オーストラリアはアマどんどん。 ね、利用者増えてるんで売れ行きが伸びなきゃおかしいんですよね。でどうしてですかねっていう話をしてちなみに商品を教えてくださいって言って商品を教えてもらったらねこの、えー、カタログにはその人しか載ってないけど類似の商品はどっさりあった商品まあこの HDMI ケーブルじゃないですけどこういう商品だったんですねえ。だってこれライバルいるじゃないですか。ってね ここは一人かもしんないけど、同じ商品出してる人がたくさんいて、まあ当然そっちともね、えー、そっちも Amazon のページ見てれば見えるわけですし、まあ、逆にね、えー、a z o n がま他の制約いいページがあればそっちを進めるわけですからね。まあこれ、まあ商品の特性ですけど、 類似商品がたくさんある商品はね自分のカタログの中だけで満足しててもしょうがないんで、えー、他のカタログもやっぱチェックしなきゃいけないと、ね、全体的に金額。 これ50ドルで売れてるなと思ってもね、もうあのこういうありきたりな商品で10何ドルとかで売ってたら、10、まあ、何ドルになるだろうなという予測は必要ですし、50ドルで売ってたら売れないし、たまたま50ドルで売れたとしても、次回以降はね、入れて売れなかったら値段を下げなきゃいけないということもあるんでね、カタログの中だけで完結しちゃっちゃまずいです。これはね、当然、えー、言うまでもなく、 わかるだろうと思って言ってなかったんですけど盲点でしたけどこういうのが、ね、結構優秀な人もこの落とし穴にはまってたんであいや意外に気づかないんだなということで、ね、これ言っておきますけどだからねあの商品探しの時はもう楽せずに周りも見ると。 商品だけ探して終了ってんじゃなくて念のため他の、ね、関連商品ないのかなとか、まあ、他のライバルいないのかなってのは見た方がいいですこの辺のことはね興味がある商品を扱っていれば、まあ、絶対に普通に見るはずなんですけど、まあ、やっぱ興味がない商品を扱った場合あるいは興味がある商品がない場合は意識しないとねチェックしないんでこの 他の商品も見る、レビューも見ると、一個一個クリックして、問題があるレビューがないかとか、あとカタログ全体を見て、カタログ全体じゃなくてページ全体を見て、類似の商品のカタログ、強力なライバルカタログがないか、まあそういうのをチェックするのはね、必須だとねいうことを覚えて商品探しをしてください。まあ何しろね、個別サポートの方もいちいち聞いてもらえばこういうアドバイスもしますけど、マニュアルの方はね、この辺のことはまあ自分で 数こなして覚えていくしかないんで、えー、商品の目引き力をつけるのは急がば回れと。ここで効率化しようとすると、えー、かえってね、えー、儲かる商品がいつまでも見つからない。せっかく見つけた商品が売れなくなった時にね、関連商品が全然見つからないんで、チャンスを逃しちゃうというね、えー、効率よくやって得したつもりが大損してますということなんでね、えー、商品を探す時には、 一見余計だと思うこともして、関連商品、周りの商品、デビューもチェックしてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。